こんにちは、整形メイクのみゆです。お願いします。え、そうだよ。動画で親友と電話しております。リカの声うっそ。いらないから。ちょっと充電しといてよ、携帯。あ、そうだった。私の顔キモすぎてやばいわ。リカさん、青ありました？私青探し中。緑とかだったら緑あったんだけどな。デニムコーデ。でもあなたデニムで来るの？何？リカがデニムで来るんだったら私もデニムで行きたい。デニムで行けそうだし。いや、ティルツルがやばい。なんかさ、スポンジで叩き込んじゃえばいいじゃん。いや、厚塗り感やばい。せっかく買ったのに。いや、もうちょっと薄塗る。ちょっとなんか取りすぎた。この下にさ、私カーディガン中に、なんかすごいね、可愛い子で思いついた。じゃあ見せて見せて。でも下こんな白でいいの？寝るか見てるか。え、どう？可愛い可愛い。ちゃ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 。かわちいよ。見て、かわちくね。いいよいいよ、じゃあそっち行こう。よしよしよし。耳もとりあえずこれ持ってくわ、私は。え、青つけない？え、青も。あの、試着してみて、可愛かったら買う。チェーンパールで。ネックレス。あ、出た。チェーンパールでいくわ。いかがいいな。ずっとサーカスだと思ってたけど。いるけど。あ、いた。いや、クライシスだと思ってた。今日はですね、このビムビューティーのプライマーをつけてます。このビムビューティーのエフェクトライクフィニッシュファンデーションキットライトベージュを使います。よれたくない時は、これですね。リカちゃん。充電してよ。あー、もうやばい。充電な何パーセントだと思う今？23%。充電中。ありがとうね、ディズニーいいよって言ってくれて。いいよなんて言ってないんだけど。はい、いいよ、来たよ。家事全部やっていいよ、とりあえず。洗濯もあったし。もうこれ動画映そう。ナーズです。ナーズちゃん使ってます。あ、そういえばカラコン入れてないわ。カラコン入れないと。後ろ後ろが汚くて本当に申し訳ないんですけど、はい。じゃあ使っていくカラコンはオービーの L1 番使います。珍しいカラコンをつけていきますね。今篠原涼子に似てなかった？あー、花粉で目がやられてる、死ぬ。キャンメイクの、シティライトアイズ1番を使います。これをちょっと下に仕込んでいきます。全体的にアイホール全体に塗ります。そう、このキャンメイクの濃いブラウンみたいなのを仕込むとすごく良いです。すごい花粉で目がやられてて死に調ですね。そしたらラメにしていこう。夜だからラメにしていきたいので、ボビーブラウンを使います。このパレットマジ優秀ですよ。それのムーンストーンという色をつけていきます。ちょっとラメを入れたいのでアイホール全体にもう一回ラメを重ねる。いや、もはやこれだけでもいいよねっていう感じなんだけど、かわいいです。見てください、ラメ入れました。今全体にこのムーンストーンです。これ単体で売ってるのでぜひお手に取ってほしいですね。やっぱりね、盛りたいぜって時はこのブラウン、オレンジブラウンをね仕込んであげると本当に可愛く盛れます。これをまずは目の際に入れてあげる。かわいい。中にこのラメを仕込んであげると内側からラメがキラキラーとこうまばゆいてくれるので、私はそんな感じでいつも塗ってます。はい、こんな感じでちょっとオレンジちゃんを塗っていきます。このデジャベの、ラスティンファイン E 極細クリームペンシル2番、ダークブラウンを使います。もう一回この上からオレンジを足します。ニエントのオレンジです。そしたら目の際に濃いブラウンを入れたいので、このセザンヌさんの
ミモザベージュ4番のここの部分の濃いブラウンを使います。ミントでも全然いいんだけど、ちょびっとだけ明るめの濃いブラウンを際に入れたいので入れます。ちょっと目尻の方までしっかり。これはね、ザ・トゥルーラボのやつ。これめちゃめちゃね、細い線がね引きやすくて大好きです。こんな感じでちょっと際に入れてあげて、ちょっとアイライナーを隠すみたいな感じでやってます。で、そしたらもう一回ですね、オレンジしつこいぞってぐらいオレンジ入れてください。はい、こんな感じでしつこいぞってぐらいオレンジを入れます。超可愛いと思う、今日のメイクめっちゃ可愛いと思う。で、そしたらここのセザンヌさんのこのラメがめちゃめちゃ鬼皮なので、ちょっとここのやつを黒目の上に塗っていきます。ミモザベージュのね、このね、あれが可愛いんですよ、ラメが。もう今日はね、ラメってこうぜっていう、光ってこうぜっていうね。で、そしたら上は完成したので、ちょっとまつげとかも、二重とかも先に完成させちゃいます。そしてから下。上完成させてからの下です。まずまつげをビューラーで上げていきます。かわいい。キャンメイクのクイックラッシュカラーです。お母さんだってさ、そういうの必要なんだよ。なんか5時から出かけるっていう概念が本当になさすぎて、夜から出ますみたいなのがないから、そんなの久しぶりすぎてちょっとね緊張してます。そうだよね、だって飲みに行ったりするのもさ、お母さんさの中ではさ、すごいさ発散になるじゃない、絶対にお酒好きな人は。それが私もないからディズニー行くよみたいなね。いいと思うよ、全然いいと思うよ。これがねないとね、お母さんやっていけないよ。もう二重を作っていきます。ガールズメーカーのオリプチを使います。黒目の上にお山形に塗っていくよ。で、こちらですね、キャンメイクのプランプクコーデアイズ1番を使います。まずここの部分、今日は涙袋をがっつり作っていきたいので、笑ってちょっとプクッとしたところに線をまず引きます。この線もすごい自然なんですよね。そしたらここの下の、あ、こっちだ、ベージュの部分、このベージュの部分を涙袋全体に入れます。こんな感じ。そしたらこのラメを入れていきます。このラメがね、ほんと可愛くて大優勝。もう一度ここの目、黒目だけ避けてもう一回塗るのとね、なんかねすごいまたぷくってなるらしい。そしたら眉毛を作っていきます。でさ、この耳がすんごいキモかったのにさ、メイクしていくとどんどん可愛くなるっていうね。可愛くなるって自分で言っちゃった。はい、でセザンヌの超細心アイブロウモーブブラウンを使います。7番。この色すごい可愛くて、このね、まずね超細心をね全種類欲しいっていうぐらいすごく描きやすい。これね本当にね安いんだけど、あのプチプラじゃないでしょっていうぐらいの、あの発色の良さと描きやすさ。ブラシ何でも良いのでブラシでぼかします。本当にね、キャンメイクさんの眉毛アイテムって結構私は最強だと思ってる。エクセルのちょっとピンクっぽいブラウンを塗ります。ちょっと眉毛の色変えたいんだよね。こんな感じでちょっと眉毛垢抜けさせます。それが終わりましたらコンシーラーで眉毛を縁取ります。こんな感じで、まあ、ビセさんのコンシーラーです。これは境目だけで大丈夫です、ぼかすのは。ちょっとリップを塗ります。唇がガッハガッハの、どうしたってぐらいガッサガサ。ビースです、使うのは。アイライナーはこのラブライナーの薄いブラウンなんですけど、 CC3 番を使います。ちょっと跳ね上げ気味に行きたいです。こんな感じです。 D-UP さんの、シルキーリキッドアイライナーブラックブラウンで、はみ出さない石灰ラインをしたら、マスカラは何を使おうかな。もうチャコットさんで行こう、ディズニーだもん。盛りたい時はそうなんです、チャコットさんなんです。まつげを作っていきます。そしたらこのミュントの大好きですシェーディングとハイライトを使います。眉毛の下からぐわーっと描いて、鼻の先まで優に描きます。
でもジルスチュアートさんの本当大好きでメルティシマブラッシュ2番を使います。これすっごく良くてつけていきます。ちょっとこのジルスチュアートさんからブラシがついているので、これの1段目がちょっと固めになるので、ふわふわふわっていうよりか固めになるので、ちょっとこれをぐーりぐりぐりってつけてあげて細く入れます。もうジルスチュアート娘がすごい好きで、娘が使ってるわけじゃないんだけど、あの見た目がすんごい可愛いからもう欲しい欲しい。すごいやっぱりね、子供の心も掴んじゃうジルスチュアートさんってほんとすごいなと思った。でここにハイライトを仕込んでます。グリグリと本当にツヤが本当に綺麗で、鼻がキュッと高くなるので目と目の間と鼻の先に入れておく。かわちいでしょう、すごくかわちい。チークも入れていきます。でこれもジルスチュアートさんのそれの同じタイプの4番です。クセルさんのブラシでちょっと手にトン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 って取ってあげてから、結構私はね、あこの青みピンクみたいな色を使ってます。この高い位置から無辺にシャッ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 と塗っておこう。ポン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 みたいな感じ。私は ね、実はブルベ冬なのでこの色がすごく好きで、なんかすっごいね肌が白く見えるんですよ。かわいいでしょ。とハイライト、ジルスチュアートさんのパウダーも持っていきます。ハイライトはねブラシも持っていきたいからポーチ、ディズニーには欠かせませんね。ブラッシングも持っていきたいから、このブラシ6プラスさんのブラシを使ってます。このシェーディングはで、まあアイライナーは消えることはほぼないから、でも水バッシャーンって来た時だよねっていうことで、ディエプさんのアイライナーを持っていく。で目が腫れてるのでメガネをします。そしたら髪の毛をやっていきます。あーなんかディズニーってアップにしていくかさ、どうしようかってめっちゃ迷わない？だから髪の毛のゴムは絶対必須で持っていきます。めっちゃ迷うんだよね本当に。でそしたら髪の毛をワンカール巻きます。反対もワンカール巻きます。でそしたらこっちもワンカール巻きます。外巻きに巻いてます。もう最近ずっとほんとワンカール巻きなんですよ。もうなんかあんまやりすぎてもちょっとあれだなって思うので、こんな感じでワンカールしか巻いてないの。これすんごい簡単で時短だし、でも巻き髪だしみたいなのですごいいい感じです。でこの辺も一回ワンカール巻きします。もう一回ぐらいこんな感じで。ヘルシーデニムのノベルティです。これはすごい可愛い、見えたかな今の。この巾着に入れていきます。これでリップはこれ大好きすぎなんですけど、売ってますかね、まだ売ってますか？売ってなかったらショックだよ。108番なんだけど。この色かわいい、大好きです。はい、ではメイクの完成です。ちょっと赤みが引いたかもしれない、薬塗ったからそれにさ、こういうメガネしてる人って私見たことないんだよね。カチューシャにメガネしてもいいかな。まあ行くまではメガネすればいいかなって感じかな。コーデはこんな感じ、イエーイ。カードと一緒にイエーイみたいな感じになっちゃったけど、これはなんか過去に韓国で買ったチュールのスカートです。過去に買ったから何かわからない。これはヘルシーデニムです。もうこのデニムのやつすっごくお気に入りで、ここの後ろがちょっと短くなっているのですごくおしゃれに見えて大好きです。でもほんとセットアップできても可愛い。でこの下はユニクロ、これなんか JW なんとかみたいなやつのところのやつです。で耳は今日黒つけていくか青のドットをつけるかちょっと迷ってるんですけど、ちょっとつけていきたいと思います。はい、という感じで今回はディズニーに行くよ GRWM でした。もう本当にさ、ディズニーの時ってさ何が楽しいかってさ、その耳に合わせてどういうコーデをしていくかとか考えるのが楽しいじゃん。しかもそれがさ友達と一緒に考えるとまあ本当楽しいのねっていうね、楽しかったです。これからちょっとママ休暇をもらって
行ってきたいと思います。鼻かゆかゆプルプル。では行ってきます。ハベにやばすん、かわいかわいい。